はい、栗探してたらですね、こんなもん見つけちゃいましたよ。これ落葉ですよね、多分。すごい茎太いですよ、立派で。はい、あ、出てますね、出てますよ、ほら。あ、これだ、足元にありました。はい、これですね。あ、そうですね。はい、ここにもありますね。ほら、あれ、これですね。あとこれ、すごい大きいですよ、これ。はいはいはい。いや、大丈夫です。大きいけど、まだ腐ってないですよ。はい。今日は10月22日です。札幌市内里山、ホームグラウンド2に来ています。札幌地方は一昨日、初雪が降りました。もう、最終盤ですね。で、ホームグラウンド1はですね、先週、里山歩きを終了したとこです。で、このホームグラウンド2もですね、先週、終わるはずだったんですけども、先週採れた収穫物が、中秋のキノコばっかりだったので、追加でですね、エクストラとして、今来てます。まあ、今日はですね、晩秋のキノコが採れるのか、それとも何も採れずに終わるのか。何も採れずに終われば、動画成立しませんが、今皆さんがこの動画を見ておられればですね、何か撮れて、かろうじて動画が成立したということかもしれません。いずれにせよですね、今日が里山歩きの最終日となります。最後の里山歩きを楽しんでいきたいと思います。あ、この倒木にですね、キノコ出てますね。まあこれはムキタケですね。今日初の、野食材です。こんなの1個2個小さいのですね、取ってっても動画成立しないと思うんですけど、これは、はい、これは普通のムキタケですね。表濃いですけどね。これはちょっと小さすぎるし、こんなもんですか。これ。いや、こんなもんで終わったら、動画成立しませんね。あ、ここにですね、キノコ出てました。はい。これはチャナメツムタケですね。たった2本ですか。はい、糸くず見えますよね。で、表面舐めてて、糸くずいっぱい見えますよね。チャナメツムタケって群生するんですけどね、なんか今年はですよね、こんな1本とか2本ぐらいしか取ってないですよね。今年すごい私不作ですわ。ないですね。このままではですね、今んとこ、ムキタケ2本とチャナメツムタケ2本。いや、これ動画成立しないですよね。はい、ここはですね、先週栗拾ったとこなんですけども、まだ落ちてますよ。ほら。これ。立派な栗が。あと、ここにもありますね。あ、これはダメだ。あ、ここにもありますね。これでしょ。あとこれ。
や、素晴らしいですね。あ、ここにもある。はいはいはい。あと、ここも。あ、これさっき拾ったやつか。まあ、あっという間にこのくらい拾いましたよ。あ、ここにもある。あ、これもダメだ。いや、尺長くなるんで、一旦カメラ切ってですね、もうちょっと探していきたいと思います。はい、栗探してたらですね、こんなもん見つけちゃいましたよ。これ落葉ですよね。多分。すごい茎太いですよ、立派で。はい。いいですね。はい。まだ落葉出てますよ。これ、晩秋じゃなくて中秋ですよね、これ。はい。ここにですね、キノコ出てますよ。これはですね、まあ、吹き桜しめじですよね。食べられるんですけども、まずいと。ただですね、このちっちゃいの1個持って帰ってですね、これ食べてみますかね。毎年見てますけども、まずいと聞いてるのでスルーしてたんですけども、このちっちゃいの、いや、もっとちっちゃいのにするかな。でもあんまちっちゃいと味わかんないといけない。こっちにもあるんですけども。まあ、これにしますか。これ持って帰って食べてみますか。はい。ここはですね、ホームグラウンド1です。ホームグラウンド2でですね、中途半端な量しかキノコ取ってないので、ちょっと帰りにですね、ホームグラウンド1に寄ってます。それでですね、ここね、松の苔色ぬめり傘が出るとこなんですよ。あ、出てますね。出てますよ。ほら。あ、これだ。足元にありました。はい。これですね。あ、そうですね。苔色ぬめり傘っていう紅葉樹林に出る、ぬめり傘のキノコがあるんですけど、これ松の、針葉樹林、これ松の葉っぱありますよね。針葉樹林に出るので、松の苔色ぬめり傘というキノコで、晩秋に出るキノコです。結構美味しいですよ、これ。あ、ここにも、もっと小さいのが。これですね。はい。これ今シーズン初ですよね。これで間違いなく動画成立じゃないでしょうか。ここにもありますよね。まあ、ナメクジかなんかに食われちゃってますけども。あとまあ、これどうですか、これ。あ、これちょっとダメですね。あと、こっちの方もあるけども、これもダメですね。まあ、この3本だけ、意外と、これですよね。この他に隠れて、これも大丈夫ですよね。じゃあ、この、4本だけですかね。あ、まだあるな。あ、まだあるある。今ちょっとキョロってしたらありましたよ。よいしょ。はい。ここですね。これ根が深いんですよ、これ。これすんごい根が深いでしょ。茎がすんごい長い。あ、これすんごい長い。ほら、こんなに長いですよ。こんなとこですかね。とりあえず、まあ、これでちょっと収穫しますけども、もうちょっと探していくかもしれません。はい、ここにもありますね。ほら、あれ。これですね。あとこれ。すごい大きいですよ、これ。
はいはいはい。いや大丈夫です。大きいけど、あのまだ腐ってないですよ。うん。ホームグラウンド一応終わったつもりでしたけども、まだ取れましたね。はい。この倒木はですね、あの、ムキタケが生えてる木なんですけども、まあ、せっかくホームグラウンド1に来たので、まあ、ムキタケ取っていこうかなと思いまして。で、これ、私が先週はですよね、あの、ニガグリだけをガリガリ取ったところですけど、まだ出てますよね。まあ、せっかく来たんで、またちょっと、あの、他の食べられるキノコのお手伝いして、これ、取っといたら、ニガグリタケ、この倒木全部支配しちゃいますから。我々は、あの、食べられるキノコしか取らないので、これどうしてもですね、誰も取らないから、当然、繁茂しますよね。まあ、あの、肝心の虫かけなんですけども、まあ、この木有名なんで、もう、この週末にですね、ほとんど取られてますよ。もう取った後、たくさんあります。多分たくさん出てたんでしょうけど、こうやって取った後はいっぱいありますから、あの、ほとんどなくなってます。まあ、しょうがないんですけど、ね、で、まあ、私はこういうちっちゃいのでいいので、これ多分遅むき竹ですよね。あ、うまく取れなかったな。ああ。うん、まあ多分遅向きだけ、竹だと思います。こういうのもね、ちょっとちっちゃいので。これどうですかね。はい。遅向き竹ですね。はい。あの、柄の付け根がですね、あの、産毛じゃなくて、鱗状になってますよね。まあ、この木、遅むき竹と普通のむき竹が、両方出てるんですよね。でもうこんだけ晩秋になると、ほとんど遅むき竹になると思います。うん、まあ、ほとんど取られちゃってますけども、まあ、ちょっと、足しとくだけでいいので。はい。鍋にですね、むきたけをちょっと、足して、まあこうやって取られてますけど、これは多分普通のむきたけだったと思います。まあこんなもんですかね。あの、もっとたくさん残ってるかと思いましたけど、意外と取られちゃってました。これは遅むきたけでしょ、多分ね。あの、取っちゃった後で申し訳ありません。これはですね、もう典型的な遅むき竹ですよね。あの、傘がもう、こう、濃いグリーンの黒みがかってますよね。で、柄の付け根が、こうなってて、ほら、あの、鱗模様ですよね。産毛が生えてません。産毛が生えてるのがむき竹です。あ、この木にですね、キノコがいっぱい出てますよ。小さいキノコですけどもね。これはですね。はい。非常に小さいですよ、これ。こんな小さいんだけど、これエノキですよ。これね。エノキ竹です。うん。あの、とてもこれ、ちょっと、手では取れないです。手で取ったら、傘だけで。これ茎がまだ黒くなってないので、茎食べたら美味しいですよ。で、こういう時はですね、もうめんどくさいけども、この、ハサミで根元の方からしっかり切ります。で、今カメラ持って、ハサミ持ってて、両手塞がってるので、ちょっとカメラ切らせてください。はい。まだちっちゃいの残ってますけども、あの、一応ですね、このくらい取れましたよ。あの、一つかみぐらいですね。で、
このえのきはですね、枝がまだほら、黒く枝の上になってないですよね。だからこれは、柄の部分すごい美味しいんですよ。シャキシャキして。だから、柄はできるだけ残して、採取しました。ああ、落ちて落ちて。拾いますよ。はい。はい。車が見えてきましたので、ホームグラウンド1から帰ります。はい、晩酌の時間になりました。今日は日本酒で行ってみたいと思います。これ、皆野川、
筑波の地酒水野川、男と女の川と書いて水野川ですね。で、筑波市の茨城県つくば市の稲葉酒造で作られたものです。で、まあ、いただいたものなんですけども。まあ、もう何回も飲んでますけども。多分これで終わるんじゃないですかね。はい、終わりました。はい、それでは、いただきます。いや、あの、非常にコクがあって美味しいですよ。で、ちょっと甘口でですね、私甘口の方が好きなんです、お酒は。で、まあ非常に美味しいです。終わっちゃいましたけど。それじゃあですね、まあ鍋からいってみますか。今日はまあ少ないんですけども、まあそういつもですね、とんでもない豪勢な食事ばっかり、食事っていうか、酒の魚ばっかりってわけにはいけないんですよ。で、今日この鍋はですね、あの、鍋の素使ってます。鶏ガラだしの鍋ですね、の素を使ってます。今ちょっと汁飲んでみますか。はい。まあ、鍋の素だから当然美味しいですよ。そこにあの、野菜とか、鶏肉とか、キノコから出汁が出てますから。で、あの、私あの、すごくシンプルにわざとしてるんですよ。で、鍋の素もあの、キュービックの、本当に鶏ガラ出汁と塩味しかついてないようなやつですね。まああの、鍋の素を、例えば、キムチ鍋だとか、豆乳鍋だとか、まあ、いろいろありますよね。で、そういうのをやると、もうそっちの味の方に、あの、引っ張られて、キノコの味がよくわかんなくなるので、非常にシンプルにして、で、入れるものもですね、エビだの、あの、カニだの、貝だの入れると、ものすごく美味しくなりますが、あの、その出汁の方が強くなっちゃうので、もう鶏肉だけです。鶏肉と、あとはもう大根、人参、長ネギ。もう、これ、非常にシンプルにしてるわけです。で、まあ、キノコを入れるという形ですね。それじゃあですね、まずは、ここに一番上に見えてるこれ。これ、あの、花江口ですよ。花江口すごく大きかったから、4分の1にしました。で、4分の1にすると、まあ、こんな大きさになっちゃうんですね。まあ、じゃあ、花江口行ってみたいと思います。はい。いや、花江口美味しいですよね。ぬめりがあって独特の、なんていうか、コクというか味がありますよね。あの、味噌汁の味噌汁なんてには合うんですけども、あの、普通のこういう、あの、鶏ガラだしの、あの、鍋でもですね、あの、非常に美味しく飲めます。飲めますじゃない。食べられます。まだ花江口出てたんですよね。花江口なんて、初秋から中秋ぐらいですよね。どうなってんですかね。じゃ次ですね、どっか行かないうちに、ちっちゃいですけども、これ。これ、えのきたけです。えのきたけの、ちょっとえもついてます。じゃあこれ、行ってみたいと思います。このちっちゃいの1個。あ、ここにもあるから2個食べますか。はい。こんなちっちゃくても美味しいですよ、すごい。で、しかも、普通はこう大きくなっちゃうとですね、もう柄が黒くなって、あの、枝みたいに硬くなっちゃうので、まあ取らざるを得ないんですけども、今日のやつは、柄がまだ硬くなってない。まあ、陽気になるのでですね、硬くなってなかったので、柄が結構ついてるんですよ。すると柄の部分はですね、あの、まさにスーパーのえのきと同じような食感です。食味です。で、まあ、スーパーよりも、傘若干大きくなってますから、そこはもう甘みのあるトロンとしたですね、美味しさになってます。はい、じゃあ次ですね。ここに見えるのはこれはですね、茶なめですね。茶なめつむたけ。茶なめつむたけ今年、いつも大群生してですね、結構すごい取るんですけど、今年なんか1本だけとか2本だけとかそんな調子で、もしかしたら鍋に入れても食べるとこ見せてないような気もするんですけど、やっとこの茶なめつむたけ、あの食べるとこあのお見せできます。じゃあ茶の芽つむたけ行ってみたいと思います。
あの茶の芽摘むだけ美味しいですよね。あの萌え煮竹科でナメコと同じですので、ナメコの仲間なのでナメコ臭がするんですね。あのそんなに強くないですよ。こうあの鍋でグツグツやっちゃうとその分がちょっと外出ちゃうので、残った部分にわずかにナメコ臭がする程度で、その点ぬめり、今日ないですけどぬめりすぎ竹もどきはですね、あの鍋に入れてももうがっちりナメコ臭しますから、まあ、私はあのどっちかというとぬめりすぎたくもどきの方が好きなんですけど、なめこしがすごくするから。でもまああのチャラメツムタケもあの非常に美味しいです。はい、それでは次はむきたけですか。その前に、あこれも落葉ですね。これ落葉だ。あまずいな、これ私あれ、あよかった、あったあった、これだ。これがですね、あの松の苔色のぬめり傘です。でこれ大きかった、一番大きいやつですね。4分の1になってますよ。4分の1。もっと、あここにあるのが、あこっちがいいかな。こっちはもう少し小さくて半分になってるやつですね。半分。じゃこれいってみますか。はい。これね、見えますよ。これも非常に美味しいです。あの全然癖がなくてですね、あのもう本当トロンとしてるんですよ。でちょっと甘みすら感じるような、あのまあ晩秋に出てくるぬめり傘科のキノコですね。そうしたらあとはムキタケだけですか。ムキタケ。あこれムキタケ。で今日のとこは。まあ、ホームグラウンド2でムキタケちょっと取って、であと1の方に行って取ったんですけど、1のところで取ったムキタケは遅ムキタケのがメインでした。ムキタケもちょっとありましたけど、だからこれもこう煮ちゃうとですね、これ遅ムキタケなのかムキタケなのか分かんないけども、まあ多分これは遅ムキタケだと思います。じゃあはい、これムキタケか遅ムキタケ行ってみたいと思います。あの多分遅むきたけだと思います。というのは遅むきたけの方が硬いんですよ、あのむきたけよりね。でもう鍋にしちゃったらほとんど味変わらないですけども、なんか焼いて食べたりすると、まあ、ちょっとあの遅むきたけの方が硬くてわずかに苦味があるかもしれませんね。でもで、まあ、ほとんど同じです。あの鍋に入れたらもう全然変わらなくなっちゃいます。ということで今日のキノコは多分全部食べ終えたと思います。じゃあこれちょっとこっちに置いといてですね。で次は栗ですよ。いまだに栗がありました。しかもヌスも立派になってますよね。こんな大きくなってますからね。じゃあこれ行ってみたいと思います。はい、甘辛く煮たんですけども、はい、美味しいですね。あのホクホクですよ。でこういう栗の煮たのって意外と日本酒と合うんですよ。甘いものが甘いもので合うと。まあなぜかというと、あのおせち料理にもやっぱり栗の煮たなんて入ってますよね。あれでこう日本酒非常に美味しいですよね。だから意外と合うんですよこれ。あの後でもっとゆっくりあの食べながら飲みますけども。じゃあ最後ですね、懸案の、はい、吹き桜しめじですね。いや吹き桜しめじ私も毎年見てるんですけども、まあまずいっていう話なのでいつもスルーしてたんですけども、まあ今日はキノコが少なかったんで、特にホームグラウンド2でですね、いやもうこれ吹き桜しめじでも取ってって食わなきゃ動画成立しないやと思ってですね、まあ1の方に移って松の苔色のメリが悟れたので、吹き桜しめじ食べなくても動画成立するのかもしれませんけども、まあいつか食べなきゃいけないかもしれないですよね。あの、ほんと、生まれて初めて食べます。いや、まずちょっとですね。これ茹でこぼしただけです。あ、鍋の中入れようと思ったんですけども、鍋の中入れちゃうと見つかんなくて、で、鍋の残ったのって家族食べますんで、
これ家族食べたらえらいことになっちゃうので、でまあこれだけ本当にお湯でただ茹でがをしただけです。まずちょっと匂い嗅いでみますね。うん、あの、何ですか、こういろんなことを言う人がいるんですけども、あの新築の家ですね、新築の家、木材の匂い、それがしますよ。でまあ味付かなかったらさすがに美味しくないので、まあ醤油をちょっと垂らして食べてみたいと思います。どうでしょうかね、恐ろしいですね。はい、じゃあ吹き桜しめじ生まれて初めて食べます。はい、いやそんなまずくてとても食べられないってことないですよ。なんか美味しい味付けしたら、いや鍋の中入れちゃったら、この鍋のいい、あのうまい出汁と一緒になったら結構いけるかもしれないですね。それで、まあこれについてはいろいろ言ってる人たちがいますよね、味について。で私、あの竹本さんのブログで、竹本さんこれ食べてるんです、吹き桜しめじで、新築の家のなんか味がするって言ってましたけど、いや私それに一票ですよ。ほんと新築のこう木材のちょっと松の香りがするような、杉ですか、杉の香りがするような、あの新築の家の香りしますね。で食感もいいですよ、ぬめり傘なので、さっきのあの松の苔るぬめり傘と同じで、食感もそれと同じです。それからあの本家のですね、桜しめじと、まあ食感も似てるので、食感は悪くはないです。まあ香りだけなんですけども、香りがその新築の松、杉ですね、杉のあの新築の香りだから、そんな悪くはないですよ、そんな悪くはない。まあ うまいかっつったら絶賛するほどじゃないですけども、まずくて食べられなくはないですね。なんか濃い味付けにしたら結構いけちゃうんじゃないですかね。まああの本家の桜しめじは非常に美味しいキノコで、今日は取ってきてないですけども、多分私の動画の中で見せたことないと思いますけど、あの YouTube 始める前にはあの取って食べたこともありますけども、それはもちろん桜しめじも美味しいですよ。でこれ吹き桜しめじ、吹きって何かというと、飛んで尊いって書くんですよ、漢字で飛んで尊い。だから桜しめじよりも飛んで尊い桜しめじなはずなんですけども、まあ、桜しめじよりもあのはるかに食味はあの落ちてしまうっていう、あの残念なキノコなんですが、でもまあそんな残念でもないですね。なんかこれを美味しく食べられるような料理法を考えたら結構いけるんじゃないですか。今日まだ群生してませんでしたけども、群生するんですよ、すごい。それもおかしいんですね。今日もですね、あのホームグラウンド2も1もまあありましたけど、ちょろちょろしかなくて、もっと晩秋にですね、もう足の踏み場もないぐらいに群生するんですよ。だから本当にまだ晩秋になってないんじゃないですかね。だって今日だって花井口取れちゃうし、それから今日のホームグラウンド2なんて持ち竹2本しか取れませんでしたから、もっとあの持ち竹いっぱい出るんですよ。でえのき竹なんても出るし、でチャラメツムタケが2本出てましたけども、まあチャラメツムタケなんて中秋ですよね。中秋から晩秋で、あの晩秋とは言えないですよね。だからホームグラウンド1はある程度晩秋になりかけてますけども、ホームグラウンド2なんてまだ晩秋になってないんじゃないですかね。吹き桜しめじが足の踏み場もないぐらい出たりとか、からキナメツムタケが出たりとか、オソムキタケが出たりとか、まあ、そうなるともう晩秋だと思いますけども、いやなってないですよね。だいたい例年ですね、もう10月の20日を過ぎたら里山の山歩きは終わるんですよ。だからもう終わっていい頃なんですけども、いやこれ終われないですね。まだこれから出るんじゃないですか。実はホームグラウンド2に固執してるのは、あの紫しめじがあそこ出るんですよ。でそれが出るのを待ってるために今日も行ってみたんですけど、今日も出てなかったんですよね。だから晩秋になってないんじゃないですかね。まあちょっとよくわかりません。あのもう一回リベンジ、
すると思います。いや、このままじゃ終われないですよね。もう一回リベンジしたいと思います。里山です。もういや、里山終わりとか先週言っちゃいましたけども、もう一回まだリベンジしたいと思います。はい、それじゃ残った部分もですね、ちびちび日本酒飲みながら晩酌を続けたいと思います。今日はここまでご視聴いただきありがとうございました。